誰なんだ、様子が変だぞ。
驚くの。
キリがない。
脈なんとかしてくれんかの。わしとて長く当てられんと危ういやもしれん。終わったよね。なんとか上がってこれたけど、ちょっと足を。私はずっと、あやかしはすべてあいつやあなたとあって。なんて、今はあまりしんみりしてる場合じゃないわね。早く、私は少し休んで、すぐに追いつく。あと、これも。私は、you
Thank you.
この力があれば、お前はもういらん。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。書に寝食を忘れた末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。私からもお伝えしたいことはありますが、奥であなたを待っているお方がいらっしゃいます。積もる話があります。私からもお伝え。また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。史上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力をもって日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に。向かってくれますか。さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。破壊と暴虐を尽くし、人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかし
いずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は京の平等院へと封印されました。ところが大竹丸の思念は赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を新たまで満たし、武士の力とあやかしを滅する力、刀はソハヤマルと名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれたソハヤマルなのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこにはソハヤマルの秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりを。決心はつきましたか？ありがとう。あの者を止めることこそ、どうか気をつけて。重き定めを許してください。